国のニュースでもお伝えしましたが、おととい福岡市の中心部に出没し、福岡市役所の地下駐車場に逃げ込んでいた猿が今日ようやく捕獲されました。猿の捕獲作業は今日午前8時ごろから消防や動物園の職員などおよそ40人体制で行われました。そして正午ごろ、現場は慌ただしくなります。福岡市によりますと、ブルーシートで囲んだスペースに猿を追い込み、職員が柄のついた網で捕獲したということです。この猿はおととい、福岡市の繁華街天神に出没し、市役所の地下駐車場に逃げ込んだことから、駐車場を封鎖して捕獲作業が続けられてきました。安全にですね、無事に怪我なく捕まえようという、配慮の中でやったので、ちょっと多少時間がかかったものがあったのかな。無事にですね、捕まえることができましたので、ご安心していただきたいと思ってます。猿に怪我はなく元気な様子だということで、もともと生息していたと思われる福岡市東区の山奥に返されたということです。